ギブソンジャパンの福島と申します。よろしくお願いいたします。今日は皆さんがお使いのギターの調整法について説明したいと思います。ではまず弦から外していきましょう。弦を外すコツなんですが、まず最初に音を確認しながらチューニングを緩めていただく。全体的にそしてワイヤーカッターなどの工具で弦を外していきます。この際テールピースが落ちないように早めに先に取っていただくとですね。手などに刺さりやすいのでなるべく丸めて置いていきます。ヘッドトップは特に傷つきやすいので慎重に取り外しをお願いいたします。ここで、まず指板のクリーニングから入ります。まずレモンオイルを適度に布につけて、指板を拭いていきます。続いては、弦を張っていきます。弦ですが、こういった巻いた状態になっているものは一度まっすぐ伸ばしていただいて、ねじれがないかなとしっかり確認してください。テールピースに通していきます。この時にちゃんとブリッジの駒に、駒溝に入っているかどうかチェックしてください。で弦を、切るポイントですが、6弦の場合約5弦の、ポストの手前あたりを一度折り曲げて通します。通した後に、時計回りに下を弦の下を通して引き上げます。あとは下を押さえながら弦を巻いていきます。この時にしっかりテンションをかけながら引っ張ってください。このように余った弦は先に危ないので切っておきましょう。長さ的にはなるべく短く切っていただけるといいと思います。ちょうどポストの頭ぐらいですね。3弦の場合、ヘッドのトップの部分、この辺ですね、ちょうどこの辺を折り曲げていただいて印をつけます。ポストに通して、内側に折り曲げて下を通します。このように上に上げていただいて弦をロックするような形で巻いていきます。なるべくテンションをかけながら
それではチューニングに入ります。特に新しい弦は、弦が伸びてないのでしっかり、たわんでる部分があるか確認しながら伸ばしていきます。現在の、ネックのコンディションをチェックしていきましょう。6弦の1フレットを押さえて、6弦の16フレットを押さえて、7フレットをタッピングします。この状態で、隙間が約 0.17 ミリ 0.2 ミリの隙間よりもあった場合順反り、また、フレット側にくっついている場合は逆反りとなります。今の現状は、順反りとなっておりますので、適正値まで回します。この際、現在順反りとなっておりますので、時計回りに回していきます。約8分の1ずつちょっとずつ回していきましょう。この際、1弦の1フレット、16フレットのところでも状態を確認します。大体この隙間が、名刺1枚分になるように調整していきます。トラスロットカバーをつけまして、チューニングをします。チューニングをした状態で、ナットの確認に入ります。まず3フレット全体を押さえていただいて、1フレットの頭と弦の下の隙間を見ていきます。その際、1フレットと弦の隙間がない場合は、ナットの方に不具合があることになりますので、リペアショップなどに持ち込んでプロの方に見てもらうといいと思います。続いて、弦高調整に入ります。ブリッジを、上げたり下げたりすることで弦の高さを適正な位置にします。その際、12フレットの頭と弦の隙間を見ていきます。こういったスケールを使ってみます。この際、6弦側が64分の5、ミリに直すと約2ミリから2.3ミリ、1弦側が、64分の3インチ、ミリに直すと1.2ミリから1.5ミリの弦高にします。現在、ちょっと高めなので下げます。1弦側が少し高いので今度は上げます。そしてチューニングを一度して、もう一度弦高チェック。次はオクターブ調整に入ります。オクターブの注意点としては、まずチューニングを6弦がきっちりしていきます。で、12フレットを押さえて確認。この場合音程が下がっている場合は、コマを前に持っていきます。
同じく5弦も、最終フレットを押さえた状態でフレットのホールピースの頭と、弦の下の高さを測っていきます。この際、約隙間が2ミリから3ミリを目指して調整していきます。大体大まかに調整していくと、エスカッションと大体つらい位置になっていきます。ピックアップのカバーとエスカッションの高さがほぼ一緒ぐらいの高さになるのが理想的ですね。音をチェックしていきます。まあ、好みもあるかと思いますが、リアの出音とフロントの出音がほぼ一緒になることが理想的ですね。ちょうどミックスの時にバランスよく音が出ますので、こういった調整がいいかなと思います。皆さんいかがだったでしょうか。ギターの調整っていうのはちょっと時間がかかったりするものなんですけども、きっちり調整すればとても気持ちよく弾けるものだと思いますので、皆さんギターライフを楽しんでください。